えー、サラカデさんどうもです、えー。男子バスケのワールドカップに関する情報です。今日、順位決定戦の第一戦が行われて、日本代表はベネズエラと対戦をしました。86、77で日本代表が勝利し、えー、今大会に勝利を果たしました。うん。あの、格上相手にあの勝利し、またまた大番狂わせとなりました。えー、次は、今大会最終戦となりまして、9月2日にカーボデベ,ルベルデ代表と カーボベルデ代表と対戦します、えー、この試合に勝利すると、自力でのパリ五輪出場獲得けえあ、待って、パリ五輪出場獲得、出場権獲得となります。はい、いや楽しみですね。すごい日本ね。強いですね。あれ、強いっていうか、頑張ってますね。うん、カーボベルデっていう国は初めて知りましたね。うん。 そして、これ多分昨日のことかな本日、池袋にある、えー、西武池袋本店で終日ストライキが、えー、実施されました、えー。ストライキにより、全館臨時休業となりました。日本の大手百貨店でのストライキ実施は61年ぶりとのことです。えー、明日に関しては営業再開となる見込みです。えー、西武池袋本店の土地は、セブンアイホールディングスからヨドバシに売却される見通しですということらしいですよ。 うん、ねなんかストライキってのは珍しいですよね。うんえー、マルディンさんどうもです。かぶくん、山梨県からぶどうが送られてきた、うんえー。シャインマスカットとクイーンリーナの2種類の高級ぶどうで、えー、物価高騰で、えー、今年は食べてないで諦めていたところだったから嬉しいね。 うん、シャインマスカットは名前の通り、え黄緑色のマスカットなんだけど、一粒が直径3センチくらいの大粒、垂れなしで皮ごと食べられる。クイーンリーナは薄めのぶどう色だからえ、赤紫色でやはり種なしで皮ごと食べられる。うん、日本のぶどうは190種類以上あってえ、現在ではシャインマスカットが一番人気で、ベスト5に入るのがクイーンリーナだと,だと思うよ。どちらも大粒だから5粒くらい食べら たら満足ですそんなにですかえ日本のえ果物は世界中で人気でえお金持ちのアラブ諸国ではえ空輸でスイカを取り寄せるんですごいですねあの5粒くらいで食べたら満足ってすごい大きいですねシャインマスカットってどんなか食べたこと僕くないですようんあのの日本のぶどうは 巨峰が僕すごい好きですね、巨峰、うんまあ種。種があるとちょっと噛んだ時に苦い目が出ちゃうんで、できれば、えー、種なしの方が好きなんですけど、うん、あのベルギーは、ブドウ、マ、まあま、スカなんだろう、あんまり種類がないのかなっていう感じがありますね。190種類ですごい数ですね。うん サラカエさんも言ったです。私がお酒を飲むように、やや強めに勧められて恐怖を感じた経験をしたのは、今から約4年前の出来事でした。つまりコロナ禍の前の話になります。 え、相手は、あの、仕事関係者で、この時はどうしても必ず、参加必須な飲み会でした。従って友人ではありません。この年だけしか接客する機会はなくて、今後も再び会う可能性はないんで、今はもう問題ありません。この方はとてもお酒が強くて、私の目の前で大量飲酒をしていて、普通に会話を続けるなど、まるで水や、 えジュースなどのソフトドリンクを飲んでいる感覚でお酒を飲むような方でした。うん。えこういう方からすると私のような人間は物足りなさを感じたのかも、なな感じたものと思われます。しかし、それで、これは、 それでもこれは健康に変わる話であるため、提調にしかし断固行お断りしました。3回この方の飲み会をする機会があって、毎回進められましたが、全てお断りしました。お酒は飲みませんが、飲み会に参加すること、そのことに関しては参加メンバーにもよりますが、基本的には抵抗はありません。大学生の時には、ゼビナーでの飲み会も何回,何回か開催をされましたが、お酒を飲まない方は、その分、食べ物をたくさん食べてねと、 かから指かけらけれていたこともあり、りお酒を飲ままなくくててももより楽ししし参加していました。もちろん、先生方などからお酒を強要されたこともありません。ゼミ活動の活動内容の一部に、他のゼミと共同で活動することもあって、そこのゼミと合同での飲み会もありましたが、3人のゼミの教師と準教師の方々は、ガンガン飲んでました、うん。私が大学4年生の時には、 え就職先が決まったときにお祝いとして、ゼミの飲み会が終わった後に、えー、教授の行きつけのような、えー、バーのようなお店に一緒に連れて,連れて行ってくださって、えー、そこでもご馳走をさせ,てさせていただいた思い出があります。えー、お酒が飲めないため、えー、飲み物はソフトドリンクを飲みました。 そのお店にはカラオケの設備がついていて、教授からリクエストされたんで、何曲かその場で歌いました、うん。このようにお酒が飲めなくても、あ私でも飲み会での楽しい思い出はあります。それ以外にいくつかという思い出があります。やり方次第ではお酒を飲めなくても楽しめる飲み会を企画することはいくらでもできると思うんで、演出することにこだわる考え方だから脱却してほしいところですね。 それと、お酒の共用をする人は、えー、とは、そもそも接しないようにすべきという株さんの意見は、私はその通りだと思っています。特に友人関係であるならば、そういう人との距離を取り、えー、こういう関係を持たないなどすればいいと思います。えー、職場関係などと、えー、仕事に関係する人、えー、上司取引先との打ち合わせなどの場合に関しては、えー、飲み会参加が無理なケースもありますが、あのー、ここ10年ほどで新卒就職の際には、えー、就職前の健康調査などの機会で、 お酒は普段どの程度飲むかと事前に聞かれることが多いため、あるため、多いため、同じ職場の人間同士ならば、情報共有が事前に図られているケースも多いです。その際に、お酒を全く飲まない人は、正直に一切飲まないと回答すれば問題ないと思いますあ。そういったこともあるんですね。お酒は普段どの程度飲むかっていう、そういうなんか、あの、調査っていうのがあるんですね。うん。 来れるかどうかっていう、なんか、うん、あれでしょうかね。うん。あの、お酒は飲めなくても、お酒の席とかで楽しめたりすれば全然いいと思うんですよね。うん。あの、僕も麦茶とかで酔うことができるんで、まあそういった人はいいんですけども、まああの、結構ね、許容を抑えたりとかしてね、病気になったりとかするケースもあるんで、ね、あの、あまり許容とかはしてほしくないなと思うんですけども。まああの、ね、はい、うん。 ユうネやさん、どうもですえ。カバさん、デンマークにある人魚姫の像を見てみましたよ。なんかちょっと暗い感じでひっそりして座っていました。うん。足が人間なままでした。でしたよね。そうなんですよめ。見たら世界三大がっかり像にされてるみたいですよ。えちなみに、他二つは正面小僧とえ、ま、マーライオンだそうです。えベルリンの像の方が面白いかもですね。なんか世界三大がっかりっていうのはあるらしいですね。 あの僕も見てきたんですよ、ちょっと。そしたら、あの岩場があって、岩場の上に、なんか悲しげな感じになってて、まあ、人魚姫っていう話は悲しい話はいいんですけども、足が人間のままでしたよね、ちょっと残念な感じがあって、うん、ね、うん。えー、レモンみかんさんどうもです、もう9月1日になりましたが、うん、神奈川県の夜空にも、えー、満月ブルームーンが、えー、西の、えー、月で、あのー、綺麗でした。 刷毛、うん、で吐いたような羽生雲がですね、雪いよくもありました。良いものを見ました。ぼちぼち神奈川県では赤い彼岸,が彼岸花が咲き始めています。9月の満月は十五夜です。うん。はい。良かったですね、みてね、あの虹の輪付きで、本当ね、高校とね、輝いてますよね。うん はい。よろしくお願いいたします。えー、カブくん、こんばんは。お酒の件ですが、飲める人の中には飲めない人の気持ちがわかんない人が少なからずいますね。うん。私も弱い方で、私の体質での、えー、限界を超えると気分が悪くなり気絶してしまうこともあるので、お酒の席では常に気をつけて飲んでいます。うん。しかし、現代の女性は若い頃から飲み会などで鍛えられているからか、飲めない弱いという人が少なく、本当なるほど、えー。会社の宴会でも、皆がお酒の追加注文をするとき、 私はやめとく、もうやめとく。ウーロンタでというと、またまたそんなこと言っちゃってとか言う人がいてえ、こんなおばさんになってぶりっ子したいわと、心の中で叫んだ経験があります。 えー、飲めない人の感覚、えー、気持ちは飲める人には分かんないんだけで悪気はないんでしょうけど、うん、でも、次回生まれてくるときは、もっと飲める体質で、えー、生まれてきたいな、生まれてきたいかな、うん、宴会などで飲んでるときは、これくらいなら大丈夫と、自分の体の対話をしながら飲んでいるので、楽しめないんですよね。ちょっと暗い話になっちゃった失礼と。うん、はいあで、これ、この後,は後でちょっ、ね、はとでコメント読んでいこうと思います。あのフィギュア界で。 ねお酒、ぶっちゃけね、お酒、強い人も弱い人も、あの、ベルギーではあまり健康に良くないっていう感じで伝えられてますね。あの、うん、あの最近の最新のね、あの、なんだ、ニュースとか、なんだ、あの、データ、科学的な、あ,あの、研究ではですね、あまりやっぱ飲み、飲,みる飲むのね、良くないらしいですよ、お酒は。うん。あの、最初の研究でね、なんかそういうふうに言われてるみたいですよ。で、なんかあと、コーヒーはね、逆になんか、 いいらしいですね。健康に。本当かなちょっとわかんないけど。あの、最新の研究でなんか言った気がするな。うん。え、ゆうのやさんどうもです。かぶさんお疲れ様ですね。え、ベルギーは雨模様ですね。昨日スー,ースーパーブルームが見られてよかったですね。うん。私もよく見れてよかったです。で今日から9月のスタートですね。朝早くは涼しくなりましたよ。え、かぶさんもよく眠って、またスケート見てくださいね。うん。いやね、昨日ぐっすり眠れましたね。まあ、ちょっとまだあれ足りてない感じがあるんですけどもね。 うんえー、マイク・ワティラさんどうもです。株君おはようございます、えー。日本語の一人称は方言も入れると無限大にありそうですね。えー、それは外国人には難しいはずですね。大糸は、薩摩藩、薩摩弁で、西郷隆盛などのドラマを見てよく出てきますね。あ,あちきは、吉川などの遊郭で、遊女が使っていた言葉ですね。なるほど、ドンマロは、今日の都で、 の貴族はよく使っていたし、チンは中国の皇帝やえ天皇が使う言葉です。え要はえ大名やあの高貴な身分の人が使う言葉ですね。ああ、難しいえ。ちなみにフランスではジュ、オランダではオラ、例えばですね、行くだけですよね。あの考えれば簡単かな。うん、まあ、確かにそうですね。フランス語、うん、確かにオランダ語も行くだけですね。うん。 えー、マイク・バッティラさんどうもです。株、えー、訓練と失礼します、えー。アルコール分解酵素は、えー、肝臓にあるんですが、日本人の1割はこの分解酵素を持っていないそうです。うん 僕も娘も持っていません。え、比べて欧米人でアルコール分解酵素を持ってない人は非常に稀だそうです。うん。え、こ、これ、これがですね、欧米人が先に強い原因かもしれません。え僕が新入社員の頃、え、隣の独身寮で急性アルコール中毒で亡くなったやつがいます。え、救急搬送されましたが、間に合わなかったそうです。搬送前に彼を見たやつの話では、顔色が見たこともないくらい真っ青だったそうです。え、それ以来、飲めない酒は絶対に さ飲まないという決意を、えー、新たにしましたという声ですねいや。怖い話ですよね。本当ね。あれですよね。あの、一気一気とかだめですよ、本当に。うん。一気一気ってのは最近までやってる感じでしょうかね。うん。あの、欧米は、一気一気ってやってるのは見たことないですね。あ、やってるんでしょうかね。うん。あの、欧米っていうか、まあ、うん。あの、日本では一気一気ってよくやってますけど、あれ、めちゃくちゃ危な,い危ないらしいですよ、本当に。うん。 一気一気はダメです、本当に。うん。おはりこさん、どうもです、えー。最近はアルコールが飲めない体質の人ではに許容が許容って少なくなってきたと思う。まず飲酒運転が厳しくなったんで、ノンアルコール飲料のバリエーションも増えてますし、えー、から選択肢は多いですし、私も飲めない体質だけど、分かりやすく顔が真っ赤になるんで、 ほとんど許容されないですし、心配をされちゃうくらい。うん、ダーツバーとかのノリで罰ゲーム的にショット飲むとかは必ず誰かが飲んでくれます。まあ私からしたら罰ゲームしたい合ウトだと思うけど、アルコールに強い人からしたらそれが楽しいだ,だろうしな。飲みの席は嫌いじゃない,い,ないけど、2時間は行かないとか私も工夫しています。なるほど。うん。 あのいやでもね、一気はちょっと本当に良くないですよ。アルコールに強い人、弱い人関係なしにね、一気はちょっとね、この文化はなくすべきだなって思いますね。うん。ど胸がないとかね、いろいろ言われたりしますけどね、いや、一気はね、危なすぎでしょ、ちょっと。うん えー、マルニンさん、ハブ君、えー、お酒についてもう少しね、えー。アルコール分解酵素を2つ持つ人を欧米人に多く日本人は少ない。このタイプはアルコール中毒に陥りやすい。えー、なかなか明定しにくいから酒量が多くな,多くなるからね。怖、えー、いのはアルコール中毒患者の脳ってスカスカになっていくんだよ。うん。認知症のアルツハイマー型の脳の意識よりもひどい。から、行くは肺炎になってしまう。アルコール分解酵素を1つ持っているタイプは、日本人はほとんどこのタイプ。えー、すぐに酔っ払ってしまい、どのくらい飲んだとか、 かかららななくなるから命定するすままで行ってしまうやため道路やペンチのところ,、えー、ところかまわし出てしまったり、冬時に、えー、冬場になるから通したていうこともある。だから、お酒はほどほどに言われるよね。少しの量なら、えー、妙脈にもなるよ、うん。全くアルコールを持たない人、株君の言うように、のように青くなる人はアルコール禁止ですよ。命に関わるからね。 えー、このアルコール分解酵素を持つ持たないは遺伝だと思うよ。えー、カブ君の家族は全員禁止だよね。私はアルコール分解酵素を二つ持つ遺伝で、私の父と息子はこのタイプだけど、私のパートナーと娘は一つ持つタイプだから。お酒で酩酊まで行ってしまい、えー、記憶も飛んでしまう。うんえー、そういうきょ危険経験が二三回あったから、紳、え、士、ー、はしたくなったよということですね。うん、いや僕の家族は、ね、飲めないですね。ほとんどんお酒ね。飲むともう気持悪くなっちゃ なんで、うん、あとね、タバコもダメですね。もうタバコはね、あのちょっとやってみてって言われて、ちょっとこうやったと思うの、ね、で、そんだけでもう匂いがダメで、あの本当にね、倒れそうになりましたね。うんあのタバフクルー炎とかもあのそのそ嫌いっていうか、あのちょっとね、吸っただけで、こうなんかね、見栄えがしてくっていうかね、変になってくる。ててあのね、なんか天と地が逆になった感じになるんですよ、たまに。だから、結構ね、あのそうなんですよ。うん はい。という感じです。ゆうのやさんどうもです。カバさん、バスティーワールドカップの日本の釣りの相手は、カーボベルデっていう国に決まりました。あ、アフリカの国で、火山でできた島からなるみたいです。面白いですね。私は初めて聞いた国ですね。見たら、海が綺麗なとこですよ。言葉はポルトガル語だそうです。あと台風も西日本の方に近寄るみたいですね。ということらしいですねで。僕もカーボベルデっていう国は初めて知りましたね。うん。 カバ、えー、さん、感染と解説お疲れ様ですね。カバさん、寝落ちしたんですか長いと、目も耳も頭を振り返っているんですね。カ、え、バ、ー、さん、ノートも書いているんですかまた今日も楽しみですね。うん。いや、もう今回はね、メモはもう全くしてませんね。っていうのは、なぜかっていうと、メモを取っちゃうと、選手の演技をちゃんと見ることができない感じちゃんですよ。いちいちこうメモを書いてて。なので、だから、メモは取らず、もう、あの選手の、えー、写真をスクショして、 写真撮ってあの記録してるようにしてますね。うん。お酒の意識はダメですよ本当。うん。